ガリシア州内の一サンタコンバは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカド・シャージャスに属す。ガリシア統計局によれば、2013年の人口は9913人。住民故障は、グームズ、エサ、または、ゼレロ、A。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.63%。サンタコンバは、 コルーニャ県の西部に位置し、コマルカド・シャージャスに属する。北は、コリスタンコと、東は、トルドヤ、バルド・ドゥブラと、南はアバーニャ、ネグレーラと、西は、マサリコス、サスの、各自治体と隣接、自治体中心地区はサンタコンバ教区のサンタカタリーニャで、アルマーダ地区。サンタコンバは、ネグレーラ司法管轄区に属する海抜300から500メートルの、 緩やかな起伏のある土地にあり、気候は大西洋岸気候で湿潤で、特に11月から2月の間は、降水量が非常に多い。人口は1万588人。市の中心地はサンタ・カタリーニャでアルマーダで、ほぼ中央に位置し、今日サンタ・コンバの市街地の核となっている。アコルーニャから 62km、サンティアゴでコンポステーラから 28km で、交通の便は良い。 またフィステーラからは 68km である。住民は17の教区の135の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア国民党、アントーニオ・マヌエル・ランデイラガジャルド。自治体表議員は、ガリシア国民党、7、ガリシア社会党、5、デガ、3、ライン・サンタ・コンバ、2となっている。サンタ・コンバは17の教区に分けられる。太字は、 自治体中心地区のある教区、ありがとうございます。